はい、回りました。どうもこんにちは、フル。京都 GS150 です。今日はスペシャルゲストご紹介お願いします。はい、JS2LUT 伊豆 NM167 伊豆の滝です。よろしくお願いします。なんかね、NM さんがね、何か訴えたいということで、ね、リクエストしてきたんで、はい、フリータイムです、どうぞ。はい、実はですね、昨日ルクランロールコールっていうふうに言いまして、LCR を中心にやってるロールコールなんですけれども、そちらの方、昨日ちょっと実はやりましてですね、まあおかげさまで、皆様いただいてくださったおかげで、何曲ぐらいかな、20曲ぐらい皆さんチェックインいただきまして、本当にありがとうございました。で、ちょっとね、皆さん、せっかくワッフルさんというご存在をいらっしゃいますので、ね、せっかくなんでルクランの、ね、ちょっと紹介をさせていただきたいなということで、はい、今回ね、ワッフルさんにお願いさせていただきました。はいはいはい、まずそもそもルクランっていうのはですね、LCR 無線機、最近制度化されまして、もうこれで5年ぐらい経つんですけれども、せっかく新しい無線機あるので、皆さんでもっと更新しましょうっていうのが、ルクランの、目的になります。私自身2エリアの人間、静岡の人間なもんで、なかなか実は出てる人が少ないんですよね。3エリアだとすごい出てる方が、そうでもないけどね、まあ、そうでもないかもしれないですけど、まあ、います、まあ、結構出てる方もいらっしゃるもんで、せっかくだから、じゃあ、もっと盛り上げましょうということで、LCR、ルクランというものをね、主催の方させていただいております。まあ、言うなれば、某アマチュア無線 の、 ネットで盛り上がっている団体のパクリになっちゃうんですけれども、うん、まあ、一応会員制度っていうのも一応、まあ、特別枠なんですけど一応取ってまして、はい、まあ、更新をして入りたいですっていうふうに言うか、あとは私に直接ご連絡いただければ、はい、会員枠としてね、ぜひ、後ろ通っちゃった、大丈夫です、はい、ぜひね、もっとね、この無線 LCR という無線機で、ね、盛り上げていきたいなというふうに思いますので、はい、導入の方もちょっと最初は高いんですけれども、やればやればで面白い無線機になってきますので、はい、ぜひね、皆さんどうぞよろしくお願いしますということで、以上になります。はい、LCR ってね、コミュニティ省電力デジタル無線ですね。そうですね、デジタル省電力コミュニティ無線ですね。まあ、そういうのがあるということでね、はい、新たに開拓していこうと、はい、いうことで頑張っておられる伊豆 NM 局さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ツイリア各局でチェックしてくださいね。ありがとうございました。ツイリア皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ京都 GS150 でした。セブンディスリー。はい。